パパジーンズ古民家&レストランクリーンアップスターティン。はい、今日は9月30日です。最後の明日はもう10月です。月曜日、朝の8時20分ぐらいです。今日はゆっくり起きました。で、朝食を食べたいと思います。気温は23度です。そこの部屋の温度計を見たら23度でした。涼しいです。でもお天気はまあまあのお天気です。それでは朝食をいただきます。今日の朝食もワンパターンで、サンドイッチを作りました。生ハムとキャベツとチーズです。それマヨネーズベースです。それとあと人参半分で、ヨーグルトとリンゴジュースです。で、これ昨日買ったアイスコーヒーがの残り冷蔵庫に入れてました。今日はどんな日になるか、ピースフルな日でありますように願って、はい、朝食いただきます。ただいまの時刻は9時半です。今からここの障子を貼りたいと思います。糊をセーブしておりました。これを使います。血に合わせなあかんかったよ。こんな切られへんもんな。あらあらあら、失敗やな。失敗や。失敗しました。やり直し。
ただいまの時刻は11時です。はい、貼り終えました。4枚。
あと乾いてうまいことこれがくっついてくれるかどうかなんです。このピンク色の紙は紙ではないみたいなんです。なんかものすごい強い、破れないです。プラスチックみたいな感じ。これがノリでくっつくのかどうか、一応障子のように貼ってみたけど乾いてみないと分かりません。このままにしときます。この絨毯を今からカットして、敷いてみます。まずこの絨毯を部屋の大きさに、カットしました。ずっとこうカットしてこういう感じでクッコッとこうカットしました。これを丸めて部屋に持って行ってパチッとサイズが合えばグッド、合わなかったらバッド。 Anyway トライします。なかなかこうスクエアいうのはありえないからな。ああ暑い。はい、ここへこの部屋へなんとか持ってきました。重たい絨毯、今からちょっと敷き詰めてみます。はい、だいたい、うまいこといきました。あとここのとこを細かくカットして、入れるような段取りです。思った通りになってます。キュッとカットして、今まだちょっとこうカーペットにシワがあるからこのまましばらく置いといて、セットルしたらもう一回アジャストして、やりたいと思います。ちょっとこっちに隙間がみたいな。で大丈夫な、ここちょっと隙間があるな。こういうとこも調整せないか。またハサミでちょっと調整します。だからピシッと乗ると思う。
まあ、この絨毯よりはまあずっとマシやから、もうこれでよしとします。この古い絨毯でいきます。今からご飯食べてからバキュームかけます。ただいまの時刻は2時近くです。納豆とで、冷やし中華、まあ、2ドルの冷やし中華2割引きです。これで軽くいうかちゃんとプロパーなお昼ご飯やと思います。朝ちゃんとあれパン2枚やな、あれ8枚切り2枚のサンドイッチも食べたし、十分やと思います。また晩ご飯もあるし、まあ、いただきます。ただいまの時刻は2時半です。はい、カーペットが、ウォールトゥーウォールカーペットがを敷き終わりました。はい、こういう角もちゃんとしてます、ね、あとはこうトリムをつけてコーナーをピシッと押さえたら OK です。で次に2階の部屋2部屋のカーペットを作成したいと思います。ただいまの時刻は3時半です。はい、この部屋の絨毯をチェンジします。これを剥がします。これを下に持って降りてバキュームかけて、まあ、新しいカーペットというか古い新しい古いカーペットを持ってきます。ただいまの時刻は4時15分前です。ここをバキュームかけたのでカーペットを持ってきます。重たいよ。4時5分前です。とにかくこの重たいの持って上がりました。暑い、汗びっしょりです。めちゃくちゃ重たい。はあ、そしたら今からこれをインストールしていきたいと思います。こうやって、インストールしていきます。あんまり綺麗な絨毯じゃないです。はい、5時15分前です。絨毯を張り終えました。あんまり綺麗な絨毯じゃないけども、まあまあ、最初の絨毯よりはマシかなみたいな。あまり切れないね。まあ、このビデオよりは肉眼で見たらそんなに汚いことはないですね。このビデオはなかなか厳しいな。これすごいな、あの辺のシミみたいに見えるけど、これは染みついてたから拭いたんです。取れました。結構いっぱい汚れてたのを雑巾でゴシゴシしたら取れました。すごいな、このビデオの映り方、ものすごい汚い状態みたい。それほどでもないです、現実には。あとこうトリムをつけます。ちょっとトリムを並べてみます。はい、こんな感じです。まだ釘で打ってないです。あと釘でちょんちょんと打ったらもうこれで完成します。一応これでここへ引いて、このシワ重力でこれがシワでピンと伸びてから、もうちょっと端っこをカットするなり、こう絨毯を寄せるなりして、もう一回アジャストしてからこのトリムをつけたいと思います。でこういうとこはちゃんと塗ってある部分を使いました。ほころんでこないように。でこの部分は
カットしたままです。はい、あのタバコのヤニですごかった部屋がなんとか綺麗になりました。はい、あとはもうこれが2個目の部屋で、最後はこの4畳半の洋室、これは電やな、クローゼットがないから電です。この絨毯をカットしたいと思います。ただいまの時刻は6時です。絨毯を切って下から持ってきました。で、今からインストールします。インストールしました。はい、ね、汚い絨毯、 Not so excited。 もうまあ、もう古事記絨毯やな、これね、古事記絨毯。ぬかく、こうやってやったから、なんかのことで新しい絨毯が来たらもう一回やり直し、とりあえずもうこれはこれで OK にしときます。古事記絨毯、名前つけました、古事記絨毯。一応アキュレートにはできたんですね。アキュレートにはできたけども、汚い。なんか絨毯クリーニングみたいなのがね、あって、綺麗になればええねんけども。日本は、その絨毯の文化とちゃうからな。カナダやったら絨毯クリーニングの機械がホームディーポーにあってレンタルできるんやけども、ここではそんなありませんわ。もうアキュレートにカットしたよ、ほんと。1ミリの誤差もない。はい、今日はもうこれでおしまい。後片付けしてリラックスします。はあ、とりあえず3つルームをフィニッシュしました。と、張り替えた障子はこんな感じです。ね、外が暗いからちょっと雰囲気が出ないけども、あ、上はピンクです。こっちから見てみようか。こんな感じのに仕上がりました。外からとして、外から見、あ、こんな感じです。上がちょっとこう透かして見える感じです。はい。だんだんとオーガナイズされていきます。このスイッチはこのカーポートのスイッチでした。
うん、いろいろ発見があります。このパパジンのこれはどこにあんねやろ、この電気は。で違うな、どこでしょうね。あ、着きました。はい、ここです。はい、このパパジンの電気と中常の電気もついてるはずやな。わからんけど。どうでしょう。あ、ほら、中常の電気もついてます。両手中すねて、こんな感じです。消しときます。これも消しとくね。で、あと片付けします。片付け。あと片付けが大事。これを片付けます。今日は瓦屋ケンちゃんが夜来るということですから、ああお寿司をとかお刺身を買いました。単車で高速で、埼玉から来るので、ちょっと何時になるか分かりませんが、であとビールも冷やしてます。待っときます。はい、それでは今日はこれで、YouTube の編集、編集をしたいと思います。Thank you for watching. See you tomorrow. Good night.